がプレイステーション5でプレイできる。皆さんは覚えているでしょうか。アバターが世界で公開されたあの日を。こちらは言わずもがなアベンジャーズエンドゲームが世界でナンバーワンの興行収入を得るまでは王座に座っていた映画が元のゲームとなっております。実はアバターのゲーム化自体は今回が初めてではありませんが、こうして世間に期待されるレベルの水準で大々的に発表したのは初ではないでしょうか。その実プレイステーション3でも発売されたアバターの第一作目のゲーム The Avatar、 Amazon レビューが36しかありません。しかしながらその少なさをもってしてもレビュー自体は好評。やはり元の世界観とテーマが確立された作品であることから、今回も期待されるべき一作として見るのは妥当かと思われます。グラフィックや世界観はピカイチなので期待です。そして肝心の今作はプレイヤーがナビとなって西部開拓時代を横断する旅に出るようです。映画をご覧の方はご存知かもしれませんが、本作ではマトリックスやタイタンフォールさながらのメカが登場するので、 SF チックなモンスターたちと相反する武骨さに関心がびしょ濡れになる人もいるでしょう。実際私キャベツもこのメカの戦闘は鮮明に覚えているので、本作の最大期待ポイントはこのメカです。映画も続編を公開予定しているということなので、映画と同時期に発売されるのではないでしょうか。Life is Strange True Colors。 私キャベツ、個人的好きなゲームトップ3に入る Life is Strange の新作が今年発売されます。正直 Life is Strange は1作目以降もちろん素晴らしいですが、1作目に比べて正直泣かず飛ばずというか、そこまで話題になることもなく、2作品目は大体普通になるという映画のジレンマとよろしく、まあ個人的には大好きなんですけど、そこまで跳ねる作品ではありませんでした。そんなシリーズではありますが、逆に言えば1作目が完璧すぎるがあまり霞んで見えてしまったということも言えます。実際一つの単体作品として見れば、他のストーリー重視のゲームとしてはすこぶる完成度は高い。その完成度に貢献するのがシリーズ通して一貫される主人公の特殊能力。思春期の少年少女が他人と違うことに悩む中、他人が持っていない力を手に入れて揺れ動く情動や環境、この描き方がセンシティブな時代の心に直接的に作用するので、見ている側も少年少女になることができるんですね。そして今作では主人公のアレックスが人の心を読む能力を得て話が進むようです。そんな淡い世界観を描く作品だからこそ、作品を彩る音楽が凄まじくセンスが良い。1作目で使用されたフォールズや2作品目ではドーターといった普段普通に日本で暮らしていたら聞く機会のない音楽を知ることができるので、作品の物語性とともに音楽にも注目すべき作品です。また本作ではシリーズおなじみの分岐ストーリーとなっており、プレイヤーが選んだ全てが最後の結末につながる仕組みが実装されています。これもまたシリーズにとっては必要不可欠な要素。第1作品目ではあるシーンで主人公と幼なじみがキスするレズシーンを拝めたりと、選択肢があることで様々なシーンが垣間見えたので、こういう小ネタどころも見どころではあります。ただ今作パッと見気になったのがポリコレなんですよね。実際本作のタイトルにも True Color とあるようにLGBT に関してかなり配慮していることが伺えるので、かのなんとかオブアスやらぬように、メスゴリラが突然前作の主人公をぶち殺しハッハーするシーンや、ヒロインの脇がファッサーしているシーンを絶対挿入してほしくないところではありますね。まあ1作品目から先ほど言ったようなレズシーンが挿入されていたりと、当初より配慮があったことは知っていますが、近年過剰なまでにゲーム上でも LGBT 要素が散りばめられているのが散見されるので、その辺は我々変態ジャパンにも配慮をお願いしたいところです。アベンジャーズがすこぶる低評価の嵐に吹き去られた次に発売するのがガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー。マーベル大好きな私からすると、次ゲーム化するならアイアンマンやろと思っていたんですけど、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーが来てしまいましたね。まあ作風的にも今後マーベルがフェーズ4に進む過程としても、今この作品を出すのはベストかもしれません。コロナによる映画延期が相次ぐ中、こうやってゲームでもマーベルを盛り上げるにはガーディアンズの力が不可欠。しかしながら今作も開発は前作と言っていいのかわかりませんが、マーベル・アベンジャーズと同じくエリオズ・モンテラレールが担当。ちょっと心配です。バグだけなんとかしてほしい。本作はスターロードたちがチームを結成して1年程度の時点から物語がスタート。そしてここが肝心、コミックや映画とは異なるオリジナルストーリーで物語は進むと言います。なんでしょうか、アベンジャーズの時もそうですが、キャラの顔が慣れ親しんでいる映画と全く違っていて、また本作も顔が違います。そしてオリジナルストーリー、期待作として紹介していますが、どこか心配になる様子が散見しています。ゲームの内容ですが、主人公
公のスターロードの武器が銃ということもあり、本作は TPS。 プレイ画面を見る限りではそこまで難解なアクションを要求されるわけではありませんが、本作はチームとしての行動が多いため、仲間の動向をある程度認知していながら立ち回る必要があるようです。ただそこに関しては開発側がかなり調整改良を行っているようで、できるだけ戦闘のバランスを保つことに注力していたようです。ただそれは別としてバグが心配です。ガモーラの服が吹き飛んで全裸になるバグならまだしも、ドラッグスが全裸になるを勘弁。何かと心配になる要素はありますが、愛されるはみ出し者の集団である彼らのキャラクター的に、笑えないバグがてんこ盛りでもこの作品なら仕方ないとかなりそうな気もします。まだ音楽もこの作品を盛り上げる一つの要因になっているので、ミュージカルさながらの戦闘が繰り広げられるシーンもあればかなり盛り上がりそう。誰しもが人間以外の何者かになって世界を旅してみたいと思う機会があります。そんな体験ができそうな本作、なんと主人公はニャンコ。世界観を描いたトレーラーが公開されているのみで、ゲームプレイ自体の内容はよくわかりませんが、おそらくこれは風の旅人やリンボにも似た世界観を味わって越に浸れる、私的にスーパードストライクなゲームだと思われます。加えてニャンコが旅するのはサイバーパンクという非現実的ながらも現実にほど近い浮世的世界。どうやらニャンコは家族とはぐれでこの街に迷い込んだようです。このサイバーシティには生身の人間は見当たらず、どこか不安でもあり、なぜか安心感も漂う奇妙な雰囲気。また街を脱出するのにはニャンコ一人ではなく B12 という小型のドローンと共に行動するようです。猫と機械、なんとも異質で愛情を感じる組み合わせです。凄まじく美麗なグラフィックにも目を引かれますが、ストーリーにも非常に気になるところ。脱出というからにはニャンコはニャンコが得意とするジャンプや、時には忍び足で行動する必要性もあるようで、ステルス要素が絡んでくることから幾ばくかの恐怖体験がありそうです。こんな素晴らしいゲームを開発するチームは、チームのメンバーよりも猫が多いチームらしく、とにかく猫に関しては繊細な見解を得ていると思われるので、ゲームプレイ中にはニャンコを飼っている人もにんまりできるシーンがありそう。かぐゆ私キャベツ、実はここ2ヶ月ほど動画制作をサボっておりました。その理由が全てメモリーズシリーズのせいなんですね。今回ご紹介するシンスメモリーズ晴天の下にでの前作にもあたるメモリーズオフイノセンスファイル、こいつにガチハマりしていたんですね。本作はそんな可愛すぎるノエルンが登場する1999年から続くシリーズの堂々たる完全新作、そのくらいの期待作なんですが、私キャベツこんなにファンっぽいこと言ってますが、前作のメモリーズオフイノセンスファイルしかプレイしたことがないので実はにわか。しかしこのシリーズの魅力をめちゃくちゃ理解していると自負しております。というのも本作めちゃくちゃキュートなチャンネルたちをイチャコラせっせするだけではないんですね。少なくとも私が知る限り、このシリーズはヒロインがこれでもかと言いたくなるほどに底知れぬ闇を抱えていることが大半です。いやお前よく生きてんなというレベルに闇が深いキャラが多すぎる。事実本作のヒロインの紹介記事で一人のヒロインの第一声がこちらです。今作の主人公は殺人でも知るんでしょうか。まあそんな闇を抱えているからこそ、思春期でもあり大人への成長過程でもある学生時代を描くことによってキャラクター各々を彩ってくれるんですね。なんて素晴らしいゲームなんでしょうか。ただ一つ個人的不満があるとすれば、主人公は喋ってほしくないです。エロゲークロートの私からすると、エロゲーは主人公が喋るのは論外中の論外なんですね。というのもゲームの主人公はプレイヤーの分身体なので、主人公が意思を持って実際にボイスで喋られると、プレイヤーが分身に同化することを妨げる材料となります。それを踏まえてギャルゲー初心者の私キャベツ、エロゲーよりもギャルゲーの方がキャラごとのバックグラウンドに注力して、エロゲーよりも物語性を大事にする分、主人公にボイスはいらないと思います。なので頼むからボイスはなしにしていただきたい。無理ならせめて主人公のボイスだけミュートする機能が欲しい。開発の人が見ていたらぜひこの機能搭載の検討をお願いいたします。このゲームを何回期待すべきゲームとして紹介すればいいんだい。おそらく一昨年くらいから期待の作品として紹介を続けていますが、未だに発売してくれない本作。そんな中今年6月 Xbox ゲームパスのラインナップに入るよという続報がありました。いや続編はありがたいが、我々が知りたいのは発売日だよと言いたくもなりましたが、新しいトレーラーも発表されたので、まあ許すとしましょう。そんなこんなで今作、科学技術の研究が絶頂期を迎えていた1950年代の旧ソビエト連邦、こちらを舞台にサイバーパンクとも SF とも言えるような奇妙な世界観が広がっている上に、登場する敵や風景が非常に歪で、熱の出た日に見る夢のように不安定で、かつおぞましい恐怖を秘めたセンスの塊なゲーム。こんな世界で主人公である P3 が単身で秘密研究が行われていたナンバー3826という場所に赴くと、そこでロボットや生物機械などの反乱を見てしまうことに。旧ソビエトという歴史的にもアングラ感が強い背景があるからこそ、この混沌としたトーンをまとう本作のビジュアル
ルには衝撃を受けます。行進するモヒカンロボットや脳天を無事抜かれたモフモフ星人、人間の恐怖心を凝固させたかのような殺意むき出しのロボットなどなど、かなり好き嫌いの分かれるビジュアルでもありますが、私キャベツ的にはもう脳汁プシャーレベルの衝撃と期待。しかしながら本作は発表されたのは2017年、もう4年経ってしまったのにもかかわらず未だ発売日が決定しておりません。本当に開発が進んでいるのかい。そんな風に不安にもなりますが、時々何かしらアクションを起こしてトレーラーやらブレイ動画が出されるので、開発中止にはなることはなさそう。急いで作ってバグまみれというオチだけは本当に下げてほしいので、じっくりと開発を進めて最高のゲームを作っていただきたいです。ということで、いかがだったでしょうか。今回はできるだけ今まで紹介したことのなかった期待作品をご紹介しました。しかし実際期待する作品は他にも無数にあります。皆さん的にも期待すべき作品があればぜひコメント欄に書き殴っちゃってください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなどもやってるので登録お願いいたします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。